手勝利投手になりました鈴木康平投手です。鈴木さんは5月にこのジャイアンツにトレードで移籍して、この勝利がジャイアンツ移籍後初勝利になります。おめでとうございます。そしてこのお立ち台から見る風景いかがでしょうか。すごいいい景色です。はい。今日も1点ビハインドの8回のマウンドに上がりましたが、どんなことを考えて意識でマウンドに上がりましたか。いや、もう1点もやれずに、あとは野手の方が点を取ってくれるというのを信じて投げてました。そしてゼロに抑えて8回の裏、丸選手、ブリンソン選手2者連続ホームランで同点逆転になりましたが、どんな気持ちで見ていましたか。いやー、このまま勝ってくれという気持ちで見ました。そして鈴木さんはオリックス界は K 鈴木という登録名、公平の K という意味と、あとはやはりその持ち味である三振を意味する K というところで、やっぱりこのジャイアンツでも三振をいっぱい取っていきたいと、そんな思いはありますか。まあ、それもありますけど、やっぱりそのチームに貢献できるようなピッチングができれば本当に優勝へと向かっていくと思うので、これからもしっかり、ジャイアンツのために腕振って頑張りたいと思います。今週は東京ドーム6連戦になります。鈴木さんがまたマウンドで腕を振れているシーンが多くなってくると思いますが、ファンの皆さんに一言お願いします。最近ちょっと不甲斐ないピッチングが多いですが、そこら辺は優しく守っててください。これからもしっかり頑張ります。鈴木がピッチングで立ち上げた早くの曲を発祥になりました。鈴木康平投手でした。さあ、そして私3人と申し上げたんですが、